ウェリ・マウラーは、スイスの政治家、連邦参事会参事、防衛、国民保護、スポーツ省を経て、2016年1月1日から財務省を務めている。右派のスイス国民党の指導者として、2008年12月10日の連邦議会でサミュエル・シュミットの公認の参事に選任され、2009年1月1日に着任した。2012年に、 連邦副大統領を2013年に連邦大統領をそれぞれ務め、2015年12月8日の連邦議会で3時に再任された。2018年度に2回目の連邦副大統領、2019年度に2回目の連邦大統領を務めている。中立飛行地の貧農の子として生まれ育った。1978年から1986年までヒンビル審議会議員。 1983年に中ヒ衆議会議員に当選し、1991年には議長を務めた。同年の総選挙で国民議会議員に当選した。1996年、クリストフ・ブロハーの意向でマウラーはスイス国民党の代表に選出された。当初のマウラーは党代表としてまともに相手にされず、テレビコメディアンのビクトール・ジャコッポはマウラーをブロハーの 卑屈なおべっか遣いと茶化した。そのため子供たちは学校でからかわれ泣きながら帰宅することもあった。しかし、マウラーが代表であった間、国民党の党員数は倍増し、フランス語地域に党組織が確立された。こうした成功は、主としてマウラーの指導力の賜物とされた。カリスマ性に欠けたマウラーは、それを激務や陶器の厳格な実施。 欧州統合や外国人、ポリティカルコレクトネスへの反対といったポピュリスト的な政策、それに見出しを独占するような短いコメントによって補った。国民党代表就任後、マウラーは党の攻撃的で良い結果を収めたポピュリスト的な運動を主導した。それは、左派や外国人、その他、好ましくない人物を攻撃する。 風刺的なポスターの掲示を認めるなど、スイスの政治的主流派の怒りを招き、外国の評論家の懸念を引き起こすものであった。スイスの政治上の不分理を犯すことになるにも、かかわらず、マウラーは、他の政治家に対する、直接的な個人攻撃をはばかることはなかった。例えば自由民主党員は、育児なし、社会民主党に投票したものは、きちがい。 国民党を割ったサミュエル・シュミットとエフェリーネ、ビドマー・シュルンプフは、切除を要する、盲腸と呼んだ。それにもかかわらず、世間における、マウラーのイメージは、国会議員の間でのマウラーのイメージとは異なった、ものであった。国民議会における、マウラーの地位は上昇し、性的でさえ彼の個人的な制限さ、合議を重んじる、姿勢、政治課題に対するしっかりとした理解に、 お墨付きを与えた。社会民主党の女性代議士と良好な仕事上の関係を築いていることは、とりわけ政治評論家たちを当惑させた。マウラーと国民党の形成は上向いたが、マウラーと長年の死であるブロハーとの関係はゆっくりと冷え込んでいった。こうには依然強力な盟友関係にあった両者だが、かつて国民党の誰もが認める指導者として、 ワンマン的な指導力を振るったブロハーは、自らの戦略的アプローチのいくつかに、マウラーが疑問を呈するのを認めなかった。そして、マウラーと当事務局の代わりに、自らの側近を介して、権力を行使するようになった。2007年10月の総選挙で、国民党は史上最大の対象を果たしたが、マウラーは党代表を辞任した。そして、マウラーの意に反して、 その公認には、ブロハーの副審の一人であるトニー・ブルンナーが当てられ、2008年3月1日に就任した。全州議会選挙の決選投票でもフェルナ・ディーナーに敗れたマウラーは、国民党中立市部長の役職に甘んじた。この間、1994年から2008年まで、中立非農業共同組合の組合長を、また、連邦参事解散時に選出されるまで、 スイス生花農業共同組合と農機組合の組合長を務めた。2008年11月27日、国民党の国会議員団は全会一致でマウラーとブロハーの両名をシュミットの公認の連邦参事会参事に推薦した。このうちブロハーは2007年に連邦議会議員の職を失っており、他党が彼を承認する見込みはなかった。 ノイエチュルハーツアイトング他スイスのメディアは推薦前からマウラーをサンジの明確な最有力候補と呼んだ。12月10日、マウラーは第3回投票で122票を獲得し、1票差でサンジに選出された。2012年にはエフェリーネビドマーシュルンプフ連邦大統領のもとで連邦副大統領に就任し、 同年12月5日には翌年の連邦大統領に選任された。2015年12月8日、マウラーは連邦参事解散時に再選され、12月11日に財務省に就任した。1期目に勤めていた防衛、国民保護、スポーツ省には新任のギーパルムランが就任した。中立州品ビル在住。既婚で6人の子供がいる。 自動車大隊を指揮するスイス陸軍の少佐でもある。ありがとうございます。